はい、こんにちは、速稼塾の久保です。まあ、ビジネスを志す人にね、申し上げたいんですけども、速稼塾に来てビジネスやりたいんですって言ったら、まあね、 YouTube やりましょうって勧めますよ。これは別にインチキをしてるわけでもズルをしてるわけでもなくて、だって自分自身の存在もしくは自分の売りたい商品やサービスを知らせないと絶対売れないじゃないですか。じゃあどうやって知らせるっていうことなんですよ。で、私は YouTube が最も有効だし、こうやって分かりやすいでしょ。私の YouTube に対して興味を持ったから速稼塾に対しての相談を来てるわけですよ、ね、稼ぐことの相談来てるわけですよ。で、私は一番うまくいってるのが YouTube だよっていうことなんで、 YouTube をやらなければ結構きついっすよみたいな話なんですよ。まあ、ですので、なかなか動画撮れなくって顔出しがどうも苦手でっていう方は、じゃあ YouTube 以外の方法いきましょうか。ブログ書きますか、 Twitter ですよっていうふうな話しなくちゃいけないんですよ。そっちの方がもっと大変ですよ。確かに顔は出さなくてもいい部分があるかもしれませんけども、その代わり信頼を得れるかどうかっていうライティングスキルですとかタイミングですとか作業量ってものは膨大に増えますよね。そっちがいいんだったらそっちの指導もできますけども、多分ね、 YouTube 一本撮った方が あらゆることをやるよりは随分前に進みますね。で、人生は限りがありますから、だから何ですかね、諦めずにずっとやればいいってもんでもないんですよ。だってこれから10年かけてね、月収100万を目指すわけじゃないと思うんですよ。もちろん10年かけてもいい方のために速稼塾は30年の分割全然 OK ですよ、認めてますよ。頭金3万円さえ払っていただければ、残りの27万は30年のうちどっかで払えばいいってことをやってますけども、そこまで持ちますかね。だって10年間あんまり稼げずに10年後に100万、これ持ちますかね。だったら来月に3万とか5万、もうすでに副収入上がった方が良くないですかってことですよ。そのために有効なのは YouTube なんですよね。だからこの道を通りたくないっていうことでしたら、速稼塾以外のいわゆる稼ぐルートを探すしかないと思いますけども、どうなんですかね。知らせずに勝つって言ったらもう投資とかになってくるんですけども、投資はもっとね、困難ですよ。だって商品売らずにお金儲けたいわけでしょ。で、お金でお金を稼ぎたいわけですよ、投資ってのは。この前もお話したかもしれませんけども、このお金でお金を稼ぎたいっていうのがどのぐらい難しいかって多分ね、イメージできないと思うんで、500ミリのペットボトルね、ここに500ミリの水が入ってますと。じゃあこれを増やしてください、水を増やしてくださいって話なんですよ。どうやって増やすんですかってことになるじゃないですか。投資ってのはそのぐらい難しいんですよ。だから、まあ、私はね、YouTube やることをお勧めしますし、 YouTube をやる以上は作業量がついてくることは市場原理で仕方がないかなと思います。なぜなら他の人はもう始めてるからなんですよ。そして私はもっともっとやってるんですよね。こういうことをお伝えしていきたいかなと思います。だからこそなんですよ、今日から始めてもうやめないってことをやらないと。俺こそね、1日に1本の動画とか言って、もうなんかね、ライバルにもなんないですね。そんなことで右往左往してるようだよ。だ、1日に20本30本とかやり始めたら、ちょっとやばいな、目立つなっていう風なね、形になってきて、まあ市場の参加者として認められなくはないかなってところですけどね。まあ多分今いろんなお仕事をされていて収入が上がらないってことは、今私がお話したことが理解できてないから、その今いる現場でね、職場でね、収入上がってないと思うんですよ。いや、これはそんなに難しいことじゃないんで、取り組んでいかないといけないんじゃないかなと思いますよね。まあということでね、千里の道も一歩からなんですけども、私もね、千歩先をぐーっと見せたわけじゃなくて、目の前のことをとにかくやる以上は結果を出そうと、小さなトライに対して小さな答えを出すということを積み重ねてきた結果、ここまで来たかなと思いますけどね。だから小さな目標設定をして日々それをこなしていく、その一つが月末意識だったり週末意識だったり今日の売上意識だったりっていうふうな形じゃないかなと思いますよね。どうですかね、皆さん、この動画を見てる皆さん、今日の売上にこだわりありますか？今日の売上は3万なんだと決めたら3万に向かっていかないと、ね、じゃないと月間でかける30、月収100万なんていかないですよね。月収100万って月末にいつの間にかなるもんではなくて、今日の売上を達するからなるわけですよ。だから今日の売上がなかったら、明日さらに今日の分もプラスで売上立たないといけないから、きついっすよ。ということで、いってらっしゃい。